はい、こんにちは。そっか塾のここです。今日はね、さっきね、驚くべきニュースが入ってきましたよ。あの、赤羽交通、何、国交大臣が今日の記者会見で、来年1月までとしている GoTo トラベルのこの期間をね、2月以降もさらに延長する考えを明らかにしたらしいんですよ。これも一体ね、終わってるっていうか <laughs>、ちょっとまともな頭ないんですかね、もう言葉悪いんですけども。で、えー、赤羽国交大臣が言うには、地方の経済の状況を見ますと、 g o o を延長したいというふうに思っていますって言うんですけども、あの、なんて言いますかね、経済の情報を見るんだったら g o o とかなんとかやるんじゃなくて、直接お金配ってそれで終わりでいいじゃないですか。この感染が拡大して第3波なんじゃないかとかね、第1波緊急事態宣言の時よりも、これちょっと危ない状況になるんではないかなって言われてる時にですよ、人を積極的に動かすようなことをして、何やってるんだと思いますよね。 これ本当にね、終わってるっていうか何というか、冬にかけて感染の拡大が懸念されていることについては、国民はそうしたことを懸命に判断しながら利用していると思うとしていますと。これ本気で思ってるとしたらね、全くね、状況が把握できてない。あもう本当終わってますよね。つまり、この、えー、今のね、与党ってのは、利権を守るためには、もう何人国民が死んでも構わない。どこの地域が崩壊しても構わない。 病院がいくつ潰れても構わない。医療崩壊しても構わない。会社がいくら潰れても OK で、店がどんだけ閉店しても全然構わないし、まあ、大手チェーンがね、あの電通でさえもですよ。もう終わってるわけですよ。もう、社員の確保ができなくって。で、ブリジストンすらも切り捨てるというね。 こういう風なね、ブリジストンそういえばね、業績が69年ぶりぐらいに赤字になったらしいんですよ。あの長期安定企業ですら、あの、長期安定株と言われてたブリジストンですらね、こんな状況なんですよ。ちょっとね、余談を申し上げますけども、ブリジストンってタイヤ作ってる会社じゃないですか。これはただ単にね、車が売れなくなったっていうのじゃなくて、そのなんですから、鉱山とかを掘削する大きなブルドーザーとか、あの、クレーンとかあるじゃないですか。あれにもね、タイヤとか使われてるわけなんですよ。 あの特殊タイヤのあのあが高いのに、あれが動かないから、あれが全然売れていかなくって、どん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 ね、荒ラが削減されてるってことなんで、オーンブリジストンも危ないんじゃないかなってことなんですよ。で、その他ね、各地でいろんな会社とか、お店とかどんどん潰れて、失業率がもう今7%超えてるわけなんですよね。なんか名目上3%みたいな報告してますけども、きちんと計算したら7%以上で、もしかしたらこれ10%今年中に行くんじゃないかみたいなね。 だから学校がね、1個あって、クラスが30人ぐらいいるんですかね ?40 人でもいいや。4人のお父さんは失業ってことなんですよ。これやばくないですか皆さんの地区でもね、10家があったら1軒はもう完全に収入源立たれて出勤してない人がいるみたいな計算ですよ。 こういうふうに地域も比弊して、みんなお金がなくて困っていて、お金がないから使うこともできなくて、いざ使おうと思ったら消費税10%。もう、まあ、全然いいことないですよね。で、まあ本当に本気でね、マジで GoToHel ですよ、これは。GoToHel キャンペーンがここで完成するんじゃないかなと。で、GoTo キャンペーン延長して何かいいことあるんですかねもうさすがにね、もう国民がね、賢く使うっていうんだったら、もう使わないですよ、GoTo キャンペーンなんて、旅行するなんて考えないですよ。で、現に今ね、どんどんキャンセル起きてるわけですよ。 で、せっかく GoTo キャンペーンで、いろんなところに利益を運ぼうと思っても、そのね、補助金とか突っ込もうと思っても、その先でもうね、旅行が行われなくなってきて、飲食使われなくなってくるんで、えー、結局もうそれで終わりですよね。だから直接ダイレクトにお金を配ったら、それで終わるのに人も移動せずに、安全に、えー、このね、感染症の対策に、 しっかりとフォーカスできるのに、あるところではね、旅行して、ある時では感染対策して、あるところではもうね、病院搬送が間に合わなくなって、で、いろんなところでサプライチェーンとか、あの、従業員さん出勤してくれてるわけじゃないですか。で、そういう人が万が一ね、 あの、病にかかったらどうしようみたいなこともあるわけですし、通常の病気とか怪我もあるわけじゃないですか。そしたら、指定の病院、いつも行ってる病院に行ったら、あ、ここはちょっとコロナ対策してるんで、ちょっと、まあ、受診できませんみたいなことで、たらい回しになるみたいなことも来て、とんでもないね、なんかね、<laughs> 世の中になりましたね。で私はこれをね、第2の東京大空襲と呼ばせていただきます。もう敵はうちにありと言ってもいいですよ。日本という国はね、どこに敵がいるのか。もうね、国外ではなかったです。国内にいますね。その無能という敵ですね。 あのバカな将軍敵より怖いって言いますけどまさに今回もあの南方戦線でのね愚かさ。 あの、平坦の恐ろしさをね、まざまざと身にしみるような感じでございます。えー、75年以上前にね、あの、太平洋戦争で戦った、大東亜戦争で戦った若き兵士たちは、こんな気持ちでね、多分戦場で孤独と憤りを感じていたのかなと思ったら、本当にね、身が迫る思いですよ。あの、戦争は昔のことではなくて、もう現代にも起きてるなと。で、なんでね、第2の太、東京大空襲っていうかというと、東京アート発動してないじゃないですか。きちんと基準に合ってるはずですよ、今。 小池都知事何やってんだって形ですよね。これ山本太郎さんだったら、国民全員や、都民全員に10万円配ってね、おとなしくしましょう。ここはちょっと静かにしましょう。もう休業要請した店には100万配りますみたいなことね。やってくれてるはずなんですよ。そしたらね、安心して必要最小限のサプライチェーンとか、それから電車とかね、交通インフラとか、最低限のところを動かしながら、今じゃなくてもいい人は、もう給料の確保もできてるし、生活費もあるから、細々とやっていくみたいなことでね、頭を下げて、あの、小さくしてね、うん、やっていけると思うんですよ。まさに防空 そうですよね、で防空壕に入って、まあ、東京大空襲をやり過ごせなかったと思いますけども、今回の感染拡大はきちんとね、家にいながらあー身,身柄を、ね、確保できると思うんですよ、ね、安全を。というところでね、なんと恐ろしいニュースがまた入ってきました。 なんとね、家庭内感染が今ね、最高値だそうなんですよ。もうね、こうなったら、ステイホームすらできないというね、一体何をさせてるんだってことですよ。だから政府の対策とか指示が曖昧だから、結局国民が分断されたりとかね、各個人の判断で、で国民はなんか、あれでしょあー 懸命に判断しながら利用してくれてると思うとか言うでしょいや、懸命じゃないからこうなってるんだってことなんですよ。私たちはね、あの、それぞれ指示が出ればきちんと従いますけども、指示が出てんのか出てないのかわかんないのね、あの、感染が第3波とか、第2波なんていつあったんですかっけみたいな感じですよね。第2波とは考えていないみたいな形で、第2波を認めないもんだから、その、感染者がね、ダーッと増えても、結局は、 あのー、曖昧なまんま、今もう一回本格的に波が来た時に、これ第2波なの第3波なのみたいな感じになっちゃうと。で、あれでしょ加藤官房長官は、何を第2波第3波とするかはちょっとわかりませんが、とか言ってね、あんたが決めるんだろうって感じでしょこれは。あんたが決めて、この数を上回ったら第2波と認定して、この数を上回ったら第3波と認定して、こういうふうな現象が起きたら、あのー、ね、緊急事態宣言出して、また国民に一時給付して、皆さんにね、あの、我慢してもらうんだみたいなことをやんないといけないでしょ。 国民がやることに、もうね、国民がやることでうまくいったらいや政府の指示が良かったっていうふうに、またね、これ、安倍政権も独特のやり方ですよね。うまくいったら自分の功績、うまくいかなかったら国民が言うことを聞かなかった。で、加藤、えー、官房長官は、厚労大臣の時にこんなこと言ってましたよねあ。自分の発言によって国民の皆様が誤解したみたいなね。 自分はまともなこと言ったのに、国民のみんながね、バカだから言うことを聞かないみたいなこと。これまた言うわけですよ。うん、なんか 3, 3日間4日間自宅待機みたいなこと言ってましたけどね。とにかくね、全てが曖昧で後付けで、もう分かってないんですね、一言で言うと。こういう人たちが国を動かす権利を持ってると思うと、ちょっと恐ろしいのと、なんて人たちをね、我々選んでしまったのだろうかってことなんですよ。まあ、あの、最後のチャンスが東京都知事選だったのかなと、やっぱ返す返す思いますよね。 小池都知事なんて自分が目立ちたくて自分が儲きたいだけなんですよ。もうこうなったら言わせてもらいますけども。で、自分の身を呈してね、国民のために、都民のためにっていう人はもうね、これ、何すか最近山太郎さんの話題ばっかり出しますけど、山太郎さんにお願いした方が良かったんですよ、東京は。うん。で、この国すらそうですよ。 この国すら国民のためにね、粉骨再生してくれてる人に、もうかけた方が良かったんじゃないかなと思うんですよ。まあ山太郎さんにね、好意的じゃない人にも、ちょっといると思いますけども、じゃあ山本太郎さんじゃなかったら、今の政権で良かったのかとかね、小池都知事で良かったのかって聞きたいですよ。やっぱ良くないでしょ、これじゃあ。うん。で、片っぽではね、PCR 検査も全く進んでないんですよ。ある人の資産によると、PCR 検査を全国民にやろうと思ったら、3年半かかるそうですよ。3年半ですよ。もう死に絶えてますよ、その間に。 で、PCR 検査の、その、速度が、それほどね、あの、遅いのかっていうと、北京ではね、6月11日から7月14日の、わずか1ヶ月で、1000万人以上に検査を受けさせてるわけですよ。ね。ということは、日本でもこのペースでやったら、あっという間に終わっちゃうわけなんですよ。本当に。だから、そういうふうな対策も取らずに、っていうか、あのー、北京ではね、このぐらいの速度で PCR 検査が進んでる、ニューヨークでも、ものすごい速度で進んでるってことを、マスコミも報じないし、 ま、日本がね、どれだけね、チンタラやってんのかってことをバレないようにバレないようにしてるんですけども、今はね、インターネットの時代ですからね、いくらでもわかるわけですよ。日本政府の故意に、こういうふうなね、検査を送らしてる模様とかね。うん、もう本当にね、終わってるとしか言いようがないというかね、あの、GoTo キャンペーンそこまでやりたいかな。うん。で、GoTo キャンペーン仮に延長したとしても、僕は使われないと思いますよ、こんなのは。 危なっかしくって。で、今ね、旅行に行っても、旅行先の、その、従業員さんも、毎日お客さんにうっされるんじゃないか、自分がお客さんにうすんじゃないかとか思って、気が気でないですよね。で、お客さんにしても、万が一もう旅行に行ったにしてもね、行った先でもう移縮しながら、マスクしながら、楽しいのかな、と。記念写真撮ってもみんなマスクしてる姿でしょ。これはなんか、旅行と言えるのかなと思いますよね。もっとね、なんか今は集中して感染を抑えて、 で、なんか、ワクチンなりなんなりができてからね、一定のレベルでね、安全が確保されたよと収束宣言だよって言ったら、その後で GoTo キャンペーンとかボーンとやればいいんですよ。そしたらものすごく楽しくって、あの、お店も流行るしね、いろんな会社も助かると思うんですよ。だから、だからその再開時まで、V 字回復の時までに、そのポイントまでに、今はもう現金給付をどん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 ね、国債すって発動しといて、それこそね、100兆でも200兆でもすればいいんですよ。そんなの、日本経済ビクともしないわけですから。で、国債が返しきれなくなったら別にお金すればいいわけでしょ 麻生財務大臣も言ってるし、財務省も、もう自分の国の、円縁を自分の国で刷ってるわけだから、通貨発行権があるわけだから、足りない分は自分ですればいいって言ってるわけなんですよ。だからそういうふうなね、ことをもうバレてるのに、なんかいろんなね、くだらない事情つけて、 まあ、無理をしようとしていると。で、本当にね、その利権で儲けようと思うんだったら、うその利権の、その予算をもう国債でもう賄ってください。もう余計なことせずにね。で、人を動かして仕事をさもやったかのように装ってお金を取るなんてことをね。しなくてももうね、バレてますから。わかってるんでね、権力者の皆さん。もう利権が欲しかったら、自分たちの給料を勝手に上げればいいじゃないですか。でもね、それと同時に、やっぱ国民にもきちんとね、お金を配って、 あの、不正は分かってますから、不正には目をつぶるんで、国民はちゃんとお金払、あの、配ってね。で、国民にも不満がないぐらい、そういうふうな甘い汁を吸わせていただいてね。それこそね、みんなに忖度してくれれば別に問題ないわけですよ。国民にはね、全然お金を配らずに、自分たちだけ甘い蜜を吸って、しかも国民からは税金をどんどん取り上げるわけでしょ。それはね、消費活動できないですよ。これからものすごい恐ろしい数の必要者出ますよ。 スカイラークにしてもね、洋服のアワイにしても、どれだけの人がね、これから職を失う恐怖に打ち震えていくのか。それは怖くてお金使えなくなりますよ。だってね、自分が失業した後、貯金で食っていくしかないわけでしょ。で、転職先があるかってったら別にないわけじゃないですか。で、起業しようと思っても、起業すらね、今まともにできない状態ですよね。こうなってくると、もうね、ガチガチの財布になりますよ、これは。でも、唯一ガチガチの財布を緩めようと思ったら、金を配ることなんですよ。それこそ毎月ね、10万とか、20万とかを、 全国民に配って、そしてね、経済を維持すればいいんですよ。物がちゃんと売れる、人は流通する、まあ通販もちゃんとね、賄われて、仕事はちゃんとあるみたいな状態にして。 で、すべての問題片付いたら、ある一定のレベルでね、あの皆さんのコロナウイルスに対する恐怖が収まったら、その時はね、GoTo キャンペーンだろうが何だろうがやればいいと思うんですよ。それこそね、後の世代に月は回らないですって。このまんま多くの会社が潰れたり、多くの事業ができなくなったり、店が潰れたりとかね。えー、あとはね、政府に対する信頼がこれ以上既存されると、将来世代は大付けですよ。 だからね、危ない時には国は助けてくれるんだっていうふうなことをしたりね、危ない時にはちゃんと現金給付が行われて、配給が、現金の配給が行われるんだってことが分かれば、やっぱり国に対する信頼っていうのはまたね、戻りますし、将来世代にまさにね、月けが残らないってことになると思うんですよ。で、ついでに森友問題もそろそろね、決着つけてほしいなっていうのは私のね、あ、えー、の思いですよね。相変わらず、安倍総理はなんか <laughs>、どっかの会長かなんかに就任して、ノーノーとやってるみたいですけども、安倍総理本当に日本のこと考えてくれてたんですかね。 功績はあるにしても、あまりにもね、あの、お点が多すぎるなと思ってますね、私はね。ということで、今回は、Go to ヘルキャンペーンについてちょっとお話ししました。あの、赤羽国交省大臣ね、あの顔をさらしてこんなこと言ってて恥ずかしくないんですかねご家族はどう思われてるんでしょうかほんとそこまで来ちゃいますよ。ま、さすが上級国民と言わざるを得ないかなと思います。ね、早くね、みんなでこう、考え改めてね、えー、まあ、アルマゲドンでも来てもらいたいなと思いますね、これはね。皆さんね、本当に。 怒りが収まらないところだと思いますけども、私も怒りが収まらないんで、このような放送をさせていただきました。それでは、また会いましょう。